ウクライナの国旗は青、木の二色旗である。ウクライナ憲法20条に明確に定義されている。ウクライナ人とウクライナ民族解放運動を象徴する旗としては1848年革命から知られている。木色は中世のルーシ王国の国章によるものである。一般的には青の空と木の麦畑を表す旗として解釈されている。 20世紀中、ウクライナ人民共和国、西ウクライナ人民共和国、ウクライナ国、カルパトウクライナなどの国旗として用いられ、さらに反祖、反共の組織である、ウクライナ放棄軍の軍旗、かつ、ウクライナ系知識人のシンボルでもあった。1991年9月18日、ウクライナ最高議会が、西木端を、ウクライナの国旗と決定した。8月23日は、 国旗の日というウクライナ国民の祝日となっている。青木旗、木青旗とも、ウクライナの平の由来には二つ説がある。一説によると、青色は空を表し、金色はステップに豊かに実る小麦を表すということである。もう一方の説は、青色は水で、金色は火であるという。あるいは、黄色はひまわりであるという説もある。この二つの色は、 長い間、ウクライナ人のシンボルとして使われている。金色と青色の旗や紋章は、古くは、キエフルーシの太鼓をボロドイメル一世の時代から使用されていたと言われる。ウクライナの国章であるトルイズーブも同様の敬意を持つ。しかし、資料上に初めてウクライナのキアオの旗が登場するのは、1410年のタンネンベルクの戦いの時である。当時の記録によると、 西ウクライナ出身の騎士たちは、坂を登っている金色のライオンと、羽を開いた2頭の金色の和紙で飾った2つの青い旗の下で、ポーランドの王の本人に馳せ参じたと記されているので、ある。その後、16世紀から18世紀にかけて、ウクライナコサックの間で広く使用された。ウクライナ民族主義の盛り上がっていた1848年には、正式に、 ウクライナ民族を表す旗として、黄色と青色の旗が選定された。ただし、この時は、黄色が上部であった。この旗が選出された西ウクライナは当時、オーストリア・ハンガリー帝国領下にあった。その後、ロシア革命後の1918年に、当時の独立国家ウクライナ人民共和国のウクライナ中央ラーダで正式に国旗として、制定された。また、 西ウクライナ人民共和国やウクライナ国でも同様の国旗が使用された。ウクライナソビエト社会主義共和国時代には他のソ連構成共和国の国旗に類似した株が青色で上部が共産主義を表す赤色の国旗が使用された。赤色の部分には鎌とハンマー赤い星があしらわれていた。1991年に ソ連が崩壊し、翌1992年に、ウクライナが独立すると、ベルホーブなラーダで、中央ラーダ時代の国旗が再制定され、国旗の縦横比も国連に順じてに、3に改められた。現在のウクライナは、国旗、国章、国家ともに、中央ラーダ時代のものを踏襲している。比率ウクライナ内戦期の旗ソ連邦ーの旗、反ソ連派の旗民族の旗軍隊の旗、 ありがとうございます。